さあ今日はマドリードから日帰りでトレドに行きたいと思います。バスで行こうと思うんですけれども、早速行ってみましょう。トレド行きめちゃくちゃ並んでますね。あっという間に着きましたね。1時間かからないぐらいで着きました。さてどこに行くんだ。さてサクッとエスカレーターで、おそらく旧市街にもう来れたんじゃないかなと思いますけどね。いやー眺めが素晴らしい。
スペインのカトリック教会で、まあ、総本山と言われるようなトレド大聖堂ですけど、まあ、正直最初入った最初、聖堂に入って最初の印象はセビリアの大聖堂とほとんど一緒じゃんって思って、大したことないかなと思ったんですけど、とんでもない、半端ないです。特にエルグレコの絵は、あの初めてかな、ストーリーとかを考えないで感覚だけで感動して涙が出そうになりましたね。それぐらい圧倒的でした。絶対入場した方がいいです。トレド大聖堂でした。もう正直ずっといたいなっていう思えるぐらい見応えがありましたね。もうエルグレコの絵とかゴヤの絵とか、もうあとはもう圧倒的すぎる建築、あとはその彫刻、なんだろう、こんなに感動したことあんまないかな、教会で。サグラダ・ファミリアとか感動しましたけど、まあ古い教会とか歴史ある古い教会って、まあ、いくつか見てきましたけど、すごい。もう正直トレドそこまで計画、ね、綿密に、予定立てて来たわけじゃないんですけど、まあ、一言言いましょう、トレド特にここ行きたいっていうのがない方は黙ってトレド大聖堂に行ってください。なんだろう、10ユーロですけど、それでも内容的には安いと思えてしまうぐらい。まだあるの、え、こんなところにまだここはこういうスペースあるのとか、なんかもうめちゃくちゃ広いんですよ。正直3時間コース、3時間ぐらい費やしてもいいかなって思えるぐらいのボリューム感、なんだろう、満足感が半端ないですね。トレド大聖堂は、まあ、ヨーロッパにおけるゴシック建築、うん、ゴシック教会のその建築的にも、もう最高傑作と言われているそうで、いや感動したわ。トレド来たら黙ってトレド大聖堂、間違いない。